<で>どうも、PDR さんです。今週もやってまいりました。これ毎週やんの知らん。マジで、本当にどうでもいい YouTube ニュースまとめー。では、最初のどうでもいいニュースの前にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。フィッシャーズがヒカルと初コラボ、シルクの意外な女性の好みも明らかに、今世紀最大の異色コラボ、ドーナツと 魚、お金持ち自慢と、武勇伝、唐揚げと、バスボム、犯罪まがいと、犯罪者、者もうないかな。とにかく、すごいコラボなんですよ。どうだった見るわけねえだろ。エビス・ジャップ、彼女の存在を告白。よかったね、エビス・ジャップさん。ファッキンジャップぐらいわかるよ、バカ野郎。は一度行ってみたかったんだよ。夜の人笑い、コウん インブ露出を謝罪まず、<え>あとスリップノットの曲3曲言ってみろよそして、日本のユーチューバーティンティン出しすぎでしょう確かに。他の国で、ティンティンが映ってしまってすいませんでした。って言ってるユーチューバー見たことないわ。言われてみれば。なので、PDR さんも日本のユーチューバーとしてやることは一つしかないですね。ヒカキン。 1>, 1枚5000万のポケモンカードを購入税金対策,金対策さんまと報道ホーミーズが活動再開を発表解散も考えてたこれ前は普通に取り上げてたのになんでどうでもいいニュースになり下がったの復活動画で二人とも気まずそうにしてないんだよいいことじゃないのいやいやいや千葉真はルカを69したんだぞえあそういう風に言っちゃうと全然違うことに聞こえちゃうよな今 なんてじゃなくて、千葉信はルカをラッパーのシックスナインみたいに売ったんだぞ。あー。これ絶対仲悪いじゃん。PDR さんはサイモンガーファンクル並みのサイモン。てめえのことは大嫌いだけど、お金のために我慢する。 が見たかったのに、のほほんと仕上がって。なんなんだよもっと仲悪そうにしろよ !100 万人おめでとうはじめ社長ら人気 YouTuber がプロバスケチームと真剣勝負。 同説32万人の大反響カンタっっててバスケやってたんですねどうだった相棒バスケ好きでしょ見ようと思ったけど、ハーフタイムショーがスカイピースのパフォーマンスだって知って、見る気が一気に失せた。伝説の YouTuber、シャムが3年ぶり再復活。彼女オーディションも開催。シャムさん好きなんですけど、自分でもびっくりするぐらい興味ないです。 前回の復活があれだったからなぁ。伝説が復活するときって二パターンあるじゃないですか。復活してくれてありがとうと、伝説のままでよかったわ。シャムさんは完全に後者ですね。すいません、シャムさん。 PDR さん T シャツ絶賛発売中です。ブラックフラッグパロディと NWO パロディがあります。興味ある人は下のリンクから飛んでいってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。皆さんは今日取り上げたどうでもいいニュースでどれが一番気になりましたかそしてどう思いましたかぜひ意見をお聞かせください。あと、前回の動画と昨日メインチャンネルでも動画出したんでぜひぜひチェックしてください。では